はい、街を良くすると細谷秀明でございます。日時はですね、2021年、今日は10月の17日でございます。街を良くすると細谷秀明でございます。はい、今来ているところはですね、東京都青梅市、東京都青梅市のですね、今井城というですね、城跡に来ております。はい、青梅市のですね、歴史ロマンシリーズ第3回でございます。はい、今現在ですね、城を思わせるようなものはですね、パッと見はないんですけれども、ここにですね、昔城があったというね、ことを事前にですね、分かっていれば、あ、なんとなくですね、この丘陵地帯がですね、城跡だったんだなということが分かるような感じもいたします。はい、そしてですね、こちらの方には用水路等もあります。なんとなくですね、こういうふうに見ますと、お堀だったのかななんていうね、勝手な、想像をしてしまいます。はい、確かにですね、ちょっとこう見ますと、あ、ここら辺がなんかですね、城のなんか空堀がなんかこの辺にあったのかななんていう感じもしますよね。はい、ちょっとですね、ぐるっと回れるところまでですね、回ってみたいと思います。はい、今はですね、ちょっと新興住宅地もね、若干できてしまったんですけども、まだですね、ここ今井城がですね、あったと思われるところは、雑木林となっております。はい、あ、でもですね、よく見ますとですね、あ、ここそうなのかな、ちょっと空堀っぽいですよね、もともとここ。ちょっと戻りますね、ここ見てもらって分かりますかね、なんか空堀がなんかあったような感じしますよね、ここ。はい、なんかちょっと斜めから見た方が分かりやすいのかな、なんかなんとなくね、空堀があったような感じはするんですよね。あの奥の方までね、あるんですよ。もうですね、向こうの方はちょっと住宅がね、今建っているんですよね。大昔はですね、あちらの住宅地の方ももともとはですね、城跡だったかもしれません。はい、こちらもですね、城の一部だったんでしょうかね。はい、今回はですね、この辺で動画はですね、一旦打ち切りたいと思いますが、あちらの方もね、なんかちょっとこんもりね、盛り上がっているところが、ございますよね。城の一部だったんでしょうか。はい、はい、今井城跡からの動画の報告でした。はい、現場からは以上でございます。街を良くすると、細谷秀明でございました。